いつものマイクとちょっと違うねんな。声やばいって。え？声が響いてる。声が二重になってる。了解しました。ちょっと待って。声が二重になっててガビガビになって声がすごく響いている感じ。みんな教えてくれてありがとう。ちょっとスタッフさんに相談する。直してもらえるかなーって思うので、待っとって。その間、たわいもないお話をしようじゃないか。声が響いとるってな。なんでや。マイクをやっぱり変えたらダメだったかも。お風呂みたいな感じ？ババンババンバンバン。あー、よくしょ？ババンババンバンバン。どうたぬきさん、お花、ありがとう。ちょっと響いてて二重に聞こえるということなので、ストレスにならないようにゆっくり喋ってます。この方がいい気がするので。雨雲じゃん、はてな、ありがとう。どう？多分いつもの早いペースに喋るととんでもねえことになるのでどうかな、治ったかな。ちょっとね、今頑張って調整してもらってる。ババンババンバンバン。名前変えました？ Hello! Hello! Thank you! Hello everyone! Thank you! My name is Sakura Bahabu. あ、ちょっと待って。マイク。もし、カメよ、カメさんよ。どうかな？こんにちは。どう？いろんな声が出せるってすごいねって。ありがとう。今日ちょっとマイクが変えたら、あなたはとても可愛いです。Really? Right? Thank you. I'm cute. Thank you very much. Thank you. あれ、聞こえ、どうですか？戻ったかな？あら、なんでか今日は声がゴビゴビらしい。歌が上手い？え？ハブの歌を聞いたことがあるの？一回ちょっと、もう一回声どう？みんな。と、変？ Sounds clear. You're so cute. Thank you. Thank you very much. I'm so happy. Thank you. え？ Sounds so clear, right? 聞こえる？大丈夫って来た。ちょっと羽織ってる。全然大丈夫？え？本当？はーい、はーい。クリアーの発音が好きです。Hello, hello. あ、大丈夫？ボイチェン使ってる。Hello. ボイチェン使ってるみたいな声。元気ですか？元気です。I'm so energetic. エネルギッシュって動詞？形容詞？ How are you? Thank you. How are you? ありがとう。いけてるっぽいぞ。さっきのガビガビが治ったっぽいぞ。かわいいって。ありがとう。うん。Run from India. India! Thank you! India is so beautiful. あ、ちょっと、聞ける。聞ける。聞き取れる。I love you! I love you too! ありがとう。あとね、見えない。多分いろんな言葉も勉強しようかなって思ったの。韓国のね、方とかもね、来てくれてね、ありがとうございます。ちょっと羽織ってるかもしれないけど、聞こえるかな、いけるかな。あなたはオタクですか？ Yes! I'm オタク。オタクって通じるの？ Do you know the オタク Japanese? Do you know the オタク？ わかるの？オタクっていうのが全部可愛い。ありがとう。ん？あら？なんて書いてあった？ボスニア？あ、ボスニア Right? Thank you so much! ありがとうございます。 I love you! So wrong! I love you too! Thank you! ありがとう！あ
ありがとうございます。え、コメント見えたやつはちょっと拾ってますよ。ありがとう。 I love Japan。 Do you like Japanese anime? Japanese anime? What do you, what do you like? どれが好き？ありがとうございます。ちょっとはみんな声聞こえるようになったかな。ありがとう。 I love you, love you too. Thank you. ありがとうございます。あ、たまに声が聞こえなくなるから切った。どうたぬきさん、ありがとう。ノイキャン、ノイズキャンセルを切った。どうだ、いつも、うん、いつもアーニャの声して。アーニャ、アーニャお腹減った。どうだ、聞こえとるか。アーニャが配信の配信チェックをしている。マイクテスト、マイクテスト、聞こえますでしょうか。今日は父と母に内緒でスパイ配信ごっこしておる。聞こえるか。どうだ。ウォッウォッ。ボンドしかおらん。ボンドしか視聴者がおらん。悲しい。アーニャ、ボンドしかおらん。皆さんワンワン言ってオッケー、聞こえる。アーニャちゃん、アーニャだ。アーニャじゃないけど、私は偽物のアーニャだ。みんな聞こえるか。ボンドしかおらんのだ。配信に来てくれ、お願いするぞ。お願い、アーニャの、アーニャの今配信見てるの誰がいるの。ボンドしかいないの。あ、お花、ありがとう。サキさん、お花ありがとうございます。嬉しい。あ、よかった、声も良くなったって。バイバイってきた。あ、雨雲さん、ハテナありがとうございます。どうもありがとう。腕がバキバキに折れる。なんでか、ちょっと腕バキバキに、アーニャの腕がバキバキに折れるんだが。ルンさん、かわいいって言ってくれてて、ありがとう。ピンクの髪型がかわいい。アーニャ、何をやってるんだ、ロイド。父、見えてるか。アーニャ、配信やっとる。側は桜葉ハグとして、今変装してるんだ、アーニャは。桜葉ハグの側としてやっている。ちょっと似てるだろう、髪型。どうだ。あの、アーニャのこのさ、わかる、あの、この煽り顔好きや。ふふふ。アーニャ、アーニャはね、頑張って配信をやって、フォロワー100万目指すんだ。はははは。やったー、側、側、くそ。側とか言っちゃダメ。よっしゃー、ちょっとみんな、今日もお着替えしいよ。ありがとう、リュウリピコさん、ありがとうございます。そう、アーニャの半面のやつわかる、めっちゃ可愛いよね。アーニャのこのさ、こうってこうやって煽り顔の半面がすごい可愛い。アーニャが配信をすれば世界が平和に。そうよ、世界平和になれば、アーニャが配信したら。うん、ありがとうございます。たくさんの方来てくれてありがとう。ありがとう。ちょっと待って、お着替えしようっと。なんか新しい、あのみんながね、お洋服とかくれるから嬉しい。ありがとうね。ちょっと待ってね、どれにしようかな。うわー、かわいい。かわいい。ちょっと待って、よいしょ。これ着てないやつかな、これ。あ、これ、ん、ちょっと待ってね、見えない。このプリキュアみたいな、見てー。プリキュアじゃないけど。かわいいかも。これあれかな、またプレゼントしてもらったやつ。よいしょ、よいしょ。ちょっと遠目に、おし、見てー、春の、雪の春の妖精さんみたいな、似合ってる。かわいい、あったかそう。宮野太さん、ありがとう。ありがとう、あったかいですよ。ありがとう。ピンク系かわいいよね。タツさん、ありがとうございます。かわいいって言ってくれてる。 Thank you、 ありがとう。あの、本当にいろんな海外の方がたくさん来てくれて嬉しい。もう I love you ってめっちゃ言うって言ってくれてるねんな。 I love you too。 かわいい。ありがとう、嬉しい。うん、たくさんありがとうございます。男の子の声、何歳ぐらいがいい、何歳ぐらいがいいですか。少年、ロリ、熱血、青年、どれがいい。全然聞きますよ。さあみんな、あのマシンガンゼペット配信はね、とりあえずあの終わったんで。これからはな、みんなの要望にゆっくり答えれるようになるのでね。ありがとう。ヘロー。二十歳ぐらいだって。あ、結構青年だったわ。完全に今、ショタの用意してたわ。ショタ本の用意してたけど、青年ぐらいだって。わかった。ちょっと頑張ってみる。この身なりなんですけど。あ、じゃあちょっとかっこいいのにするね。よいしょ。こんにちは。どうでしょうか。
これぐらいかな。ちょっと少年というか青年ぐらいの、二十歳ぐらいの男の子、どうですか皆さん。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、桜葉ハグです。イケボやってください。リコちゃんこんにちは、こんばんは、ありがとう。ハグの配信に今日も来てくれてありがとうございます。よいしょ。ちょっとね、イケボ出すときはこの服って決めた、勝手に。もうイケボはこれって決めた。だって一番かっこよくない、このスーツが。ありがとう、かっこいい。ミルクちゃん来てくれてどうもありがとう。 You're so cute, right? Cute? Cool? Cool じゃないですか。キャイケボありがとうございます。ありがとう、イケボかっこいい。あ、ミルクちゃん、はてな、ありがとうございます。嬉しいです、どうもありがとう。待って、イケボ出してたら可愛い女の子がギフトくれるかもしれない。あ、ちょっと待って、アマグモさんイケボって言ってくれてどうもありがとうございます。ホストみたい。ちょっとホストわかんないけど、みんなハグに貢いじゃダメだからね、本当に。あ、ちょっと待って、あれ待ってちょっと待って、はてな、アマグモさん、はてな、どうもありがとう。ダメダメホスト、あのみんなのギフト見逃すっていうダメダメなホストなんですけど、ありがとうございます。ブーストありがとうございます。醤油ボンボンさんっていうんですか、ハグニーですよ、ありがとうございます。醤油ボンボンさん、なんでボンボンなんですかね。バイバイって言って、うん、キャラの声真似できるやつはできる、できないやつはできない、さあ言ってみてください、なんでも来いとりあえずやる、とりあえずやってみますからね、キャラの声。いや、あの脳がバグってる、なんでだよ、ハグチかわいすぎって。ありがとうございます。ちょっとイケボ出してる方がなんかみんなあれなんじゃない。あ、ごめん、ボンボンじゃなくて、え、バンボンマジでごめん、マジでごめんね、バンボン、ありがとう、来てくれてありがとう、バンボン。うん、8割れってここに来てイケボ出してたけど8割れっていう、うん、じゃあ分かった、8割れちゃんやりますからね。うん、8割ちゃん、ちいかわちゃんの方が本当は得意なんだけど、どっちかと言ったら、あのちいかわちゃんよりもむしろうさぎの方が得意なんだけどね。じゃあ皆さん、あの8割ちゃんっていう要望が来たので、ちょっと8割チックに、あのこのセーターにしようかな。へいしゅん、どう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 、8割ちゃんではないけどいいんじゃない、皆さん8割ちゃん、じゃあみんな8割ちゃんとおしゃべりしようよ。うん、みんな8割ちゃんとおしゃべりしよう。じゃあ、あのハグいつもの歌しか歌えないんだけどみなさん、あ、イケボやめてくさあのイケボ喉引きつるんですよね8割ちゃん、じゃあ行きますよ、みなさん、ちいかわ、ちいかわ劇場やりますので、みなさん楽しんでいってもらえたらと思います。みんななんかじゃあ言ってほしいセリフとかあったら言ってな、お願いします。じゃあ8割ちゃんやろうかな。なんだ、もう朝かと、ひとりごつ、焼けたパンにバターぬりぬり。あれ、みんな今日も来てくれてありがとう。八割ちゃんってこうやって頑張ってお話しするよね。あ、どう、こういう感じかな、かわいい、ちょっと似てないな。でも八割ちゃんって、うん、 Can you see my name?Yeah, I can see, I can see. 八割ちゃんってそうだよね、頑張って行こうね、こういう感じでお話しするよね。みんな、八割ちゃん来たよ、全然響いてない、全然誰にも八割ちゃんが、うわー忘れてた、ありがとう、全然間に合ってる、うさぎさんやってって言われた。うん、ハグちゃんのフォロワー16万人、え、嘘でしょ、ありがとう八割ちゃんじゃない八割ちゃんができなくなってきた、 So cute、 ありがとうございます。うさぎさんやってって言われたのでうさぎさんやるけど、うさぎさんはあの規制しかあげないから、みんな気をつけてください、お耳注意でございます。モモンガに絡まれるちいかわいいね、それも。あのモモンガちゃんが、おいおい、ケツを出せ、ケツ出せとか言うんだよ。いや、多分言わないけど、ケツを出すんだ、お尻を出せ、ペチペチしてやるとか言って、モモンガちゃんがね言ってくるから、ちいかわちゃんたちがね、じゃあ、あのちいかわちゃん泣かされてるやつやるね、モモンガちゃんにペチペチされて泣かされてるちいかわちゃんおいおい、そこのやつ、ちっちゃいやつ、俺様のことを見ろ、俺様の方がお前よりも偉いんだ、お尻を出せ、ペチペチしてやる。やっはー、やっはー、それを見て荒ぶってるウサギさんみんなちいかわ好きだね、本当に。あ、ごめん、本件にそんなのはありません。
捏造しております。桜葉が、あの、すべて桜葉のストーリーは全部捏造でございますので、うん、うるさいうるさいってきたうさぎさん、うるさいってきた。めちゃくちゃおもろいんだけどみんな、うさぎさんのヒャッハーで鼓膜やられてんじゃん腹痛いありがとう天雲さん、ありがとう、いっぱい嬉しいな。みんな、ち、あの、うさぎさんはあれですからね、あの、耳がやられるのは大前提なので頑張って耳耐えてくださいルーさん、イケボお願いしますって言ってくれてるありがとう。じゃあ、じゃあルア、どうだい、イケボイケボで呼ばせてもらいます。ルアさん、ありがとうございます、来てくれても、あ、いっぱい来てくれて、うん、そうだよ、みんな、あの、うさぎさんとかやるときは鼓膜の替えが必要なので耳耐えてくださいね。ありがとうございます。かっこいいって言って、天雲さん、いっぱいありがとう、嬉しい、来てくれて、かわいいって、嘘、かわいい、かっこいい、ありがとう。なんか名前呼んでくれた人が嬉しいって言ってくれると、嬉しいじゃないわ、なんか喜んでくれるといいですね、ハグが嬉しいです、ありがとうございます。かわいいって、え、イケボなのに、イケボなのにかわいい、最近一番好きで、え、ちょっと、ほ、出ちゃった声が、すなしすめしさん、すなしすめしさん、それは本当は全然普通のお米じゃないのかい。すなしすめしさん、ありがとう。あ、見て、ジャージになっちゃった、かわいい、見て見て、うさぎって書いてんじゃん、ここここ見て、ほら、うさぎって書いてるから、みんな耳注意しないとうさぎさんが出ちゃうでしょ、本当に。うん、よし、ありがとうございます。かわいいって言ってくれてる。ちょっとかわいいお洋服のお世話だったら着たいから、みんなが来てくれた、あといっぱいね、あの、本当にかわいちゃうよくね、買ってくれとんね、みんなプレゼントしてくれとんね。これとかは来たかな、来てないかな、じゃん、前来たかもしれない、よいしょ、ありがとう。鼓膜が破れこれ前来たんだよね、うさぎさん、ほら見て、なんかハグ、うさぎさんとの相性がいいのかもしれない、お洋服とかもしかしたら可愛いよね、不思議の国のアリスみたいな感じで超可愛くない、ありがとう、嬉しい。みんな最近アニメは何見てるの。よいしょ、もうちょっとアップに、よいしょよいしょよいしょ、このスカートのこのひらひらの、よいしょ、この部分が可愛いでしょ、ありがとう。ペアさん、キノピオちゃんの声してください、ありがとう。あとはなんだろう、マリオ、あ、もっと全身見たいって、よいしょよいしょよいしょ、ここぐらいかな、このレースが見えるぐらいかな、じゃーん、どう、いいんじゃない、かわいい、ありがとう。ハグチー全部かわいいよーって、ありがとう。マリオの声ね、ハグさ、そういえばあのマリオの映画見たんだけど、ゲームのマリオとやっぱちょっと違ったから難しいよね。とりあえずあのキノピオちゃんやりますね。なんかどんなどんなやつやったらいいかなキノピオちゃんとマリオ見て、悩んでる姿可愛くないキノピオちゃんとマリオね、あと何がいるっけ。マリオの声はマンマミーヤとかだよね、これだよねキノピオちゃんとマリオだって、ありがとうございます。じゃあ行きます。映画のマリオ、そうだよ、映画のマリオの声はあのマモなんです、マモさんなんですけどむずいんだってじゃあ皆さん、キノピオとマリオやらせていただきます。何がいい、キノピオとマリオが配信をしているところ、マリオさん、マリオさん、今日も来てくれてどうもありがとう。今日僕があの配信しようと思ってたけど、頭のキノコ食べてみたとかどうかな。もんもみよ、そんなことやっていいのかい。キノピオちゃん、頭のそのキノコの傘を自分で食べるってやってもいいのかい。え、じゃあマリオさん、なんかあのモロハみたいな感じになってる、何その感じ、ラップみたいな感じ。じゃあ今から僕が ASMR やります。自分の頭のキノコを食べる ASMR、 3、2、1、あー、もんもみよ、以上です。さあ、いかがだったでしょうか、マリオさんと。いやー、これは見てみたいですけどね、任天堂さんから怒られるぞ任天堂さんに怒られちゃうんですけど、マリオとキノピオちゃんがマンマミア似てるだろマンマミアはすごい良かったんじゃないでしょうか。皆さん、あ、ドラえもんちゃんも人気だね、ドラえもん、ドラえもん、マンマミアすごい好きって言ってくれた、ありがとう。
お洋服とのアンバランス感が半端ないけども、ハグの最近ね、あのいただいたお洋服のお気に入りがあってね、これすごい好き。ハグの私服に似とる、これすごい好き。よいしょ、ちょ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 、かわいくない、これめっちゃ好き。かわいい T さん、こんばんは、どうもありがとうございます。かわいいみーちゃん、ありがとう、嬉しい、どうもありがとう。え、かわいいって言ってくれてる、ありがとうございます。マリオの映画以外にマムミア結構言ってたってあのマリオの映画面白かったよね。ハグも見たんですけど面白かった。でもあ、マンマミアって言ってた、そんななんか言ってたかなみたいな。このパーカー似合いますねって、ありがとうございます。うん、声可愛すぎじゃないですかって、ありがとう、嬉しいな。あのちょっといろんな声、パーカー可愛いって、ありがとう。ドドヌキさん、いっぱいプレゼント本当にどうもありがとう。めっちゃお気に入りの服がいっぱいあります。うん、今日幸せだ、ハグも幸せだありがとうございます。はい、うん、マイメロの声やってほしいです。いいよ、やっぱピーマル様に似てるって言ってもらってありがとう、嬉しい。マイメロちゃん、マイメロちゃん頑張って、あ、お姉さんはとても美しいです。嬉しい。ガリガリ君、本当に何でもいいですか。いいよ、何が何でもいいですよ、とりあえず言ってみて。今マイメロちゃんが来た、ルー様声が可愛いって言ってくれて、どうもありがとう。よし、みんなガリガリさん、ガリガリさんブーストありがとう。ガリガリくんだった、クロミちゃんを励ます、マイメロちゃんだって、わかった。タナちゃん、ただいま、おかえり、ありがとうございます。 I'm from Indonesia。 あはー、ありがとう、 Thank you so much、 I love Indonesia、 ありがとう。じゃあクロミちゃんを励ます、マイメロちゃんいきますね。マイメロちゃんが泣いてる、なんだろうねクロミちゃんを励ます、マイメロちゃんいきます。今日もマイメロに泣かされた。クロミちゃん大丈夫、誰に泣かされたの。だからお前だって言ってるだろ。今日もお前に泣かされ、クロミちゃん大丈夫、誰に泣かされたの。マイメロ許さないよ、クロミちゃんを泣かす子許さないよ。だからお前だって言ってる。お前に泣かされた、マイメロ許さない、クロミちゃん。マイメロはいつでもクロミちゃんのお友達だからね、安心してね。こいつ話聞かない、いや、いやだ、縁切りたい、マイメロと縁切りたい。クロミちゃん、マイメロはいつでも一緒だからね。はい、ということでヤンデレのヤンデレマイメロでございますね。いかがでしょうか、クロミちゃん好きって言ってくれてる、ありがとう。縁切り、だいたいさ、だいたいでもさ、あのハグさ、捏造ストーリーしかしないけど、でもマイメロちゃん見たことある、みんな意外とマイメロちゃんって辛辣なんだよね。本家が結構ね、クロミちゃんいじめが激しいんだよかわいそうになってくる時はあるわ。見たことある、マイメロちゃんってアニメやってたんだけど、もうクロミちゃんがかわいそうなんだよね。シナモンロールまだやってない。シナモンってでもさ、誰とおしゃべりするのシナモンちゃんはさ、結構難しくって、どんな感じかな。うん、私マイメロだからわかんないって言ってみて。よし、じゃあありがとうございます、リクエストどうもありがとう。セリフ言ってくれるとすごくやりやすくてありがたいです。じゃあマイメロちゃんでいきます。私マイメロだから何もわからない、クロミちゃんがなんで泣いてるのかも全くわからない、世の中のこと何もわからない、わかるのはマイメロが可愛いってことだけ、それだけ。いやー、いいですね、ハグもマイメロちゃんみたいなマイメロちゃんみたいなあの生き方をしたいなと思いますよ、ポジティブ。あとピーマル様のなんか着とった、ありがとう。ピーマル様のウサギさんしてほしいです。いいよ、クマくんとウサギさんがね、あのギリギリできるよ。ピーマル様のウサギさんを練習していい感じにできるようになったので、なんかみんな面白いストーリーある、面白いストーリーありますか。マイメロちゃんかわいい、かまちゃちゃんかわいい、どうもありがとう。ピーマル様のウサギさんはハグがやってみようと思ってやったら、あのできるようになったの。うん、クマくーん、そうピーマル様のウサギさんとクマさんなんですけど、ハグがあのやろうと思ったらめちゃくちゃできるようになったんだけど、うん、デコボットフレッシュってなんだろう。うん、クマくん僕たちの友達だよね
じゃあ、あれ行きましょうか。その、本当の、うん、オッケー。あ、イケボ出して、後でじゃあ、イケボでもおしゃべりしようかなと思います。じゃあ、ビーマル様のうさぎさんとくまくんの日常、行きまーす。くまくん、見て見て、今日の僕のこの格好、とても可愛いでしょ。くまくんに似合ってるって言ってほしいんだけど。え、誰？ごめんなさい、ちょっと誰ですか？え、くまくん、僕だよ、うさぎさんだよ、いつも一緒に。え、ま、だ、誰？怖。え、誰？え、くまくん、うさぎさん。え、ちょっと、え、本当に誰？え、もう本当に誰？怖い。以上。全然関係のないくまくんとうさぎさんがいたらの世界線でした。くまくんとうさぎさんの世界線が違うんですね、これは。なんて、絶対に二人は分かり得ないのでございます。かわいい。ありがとうございます。あなたの声は美しい。 My voice is beautiful, is it right? Thank you。美しいって言われた。どうしたらそんなに可愛いのって。本当に可愛いって言って言われた。ありがとうございます。ちょっとお洋服すごいエレガントなのあるんだよ。変身。これもプレゼントしてもらった。見てー、リトルマーメイドみたいで超絶可愛くない？ただこれになったからにはリトルマーメイドのなんかしないといけないのかなって感じなんですけど。皆様、あ、ショタ、え、ちょっと待って、ショタしてって。ヘロー。これはショタじゃないでしょう。ちょっとこの服装はショタじゃないのでこっちにさせていただく。はい、はい、これがショタですね。さっきのはちょっとエレガントお姉さんなので、エレガントお姉さんの声出してほしいときにあれを着ます。じゃあショタボーイ着まーす。綺麗、可愛いって。ありがとう、ショタショタ、おもちゃさん、ありがとう。じゃあショタボイスやりますよ。行きまーす。こんにちは。今日は僕の発表会に来てくれてどうもありがとう。緊張するけど頑張ります。みんな、初めて僕の発表会という名の配信に来てくれてありがとうございます。僕は何歳でしょうか？やっほー。お兄さんとお姉さんに囲まれながらドキドキですけど頑張ります。どう、合ってる？みんなの要望するショタ合ってるかな？こんにちは、よろしくお願いします。はい、ショタ好きって言ってくれた。嬉しい。この声好き、ありがとう。何歳ぐらいだと思う？僕何歳ぐらいだと思いますか？うん、ありがとうございます。たくさんの人が、わあ、ありがとう。ショタ、ハムボだって10歳そうって言ってくれてる。10歳ぐらいかな、10歳ぐらいのショタアポ。ありがとう、みんな、お兄さんお姉さん、ありがとうございます。意外と大人、10歳ぐらいっていうのが多いかも。じゃあハグの中で10歳ぐらいのショタポはこれぐらいだって喉にインプットしておくね。覚えておくね。ありがとう。0歳、0歳で赤ちゃんじゃねえか。0歳は赤ちゃんじゃねえか。わー、赤ちゃんじゃねえか。0歳急にぶっ込まれてもちょっと困るんですけども。かわいいかわいいって言ってくれて、 T さん、なんか0歳いっぱい来るんですけど。え、0歳そんなに？0歳、0歳はまず喋らねえから。0歳がすごい来るんですけど、ありがとうございます。天才って本当にそういうことで言ってる。0歳なんですけど、ありがとうございます。うん、まあ、もこさん、イケボやってほしい。ありがとう。イケボじゃあやりますよ。イケボで何か言ってほしいセリフとかありますか？何でもいいので、セリフとかあったら言ってください。お願いします。そう、0歳は何も喋れんのよ。そうだよ。あやややや、しかいけんのよ。ハムボ、後でやって、いいよ。ハムボもやってあげる。うん、ありがとうございます。イケボで。ありがとうございます。今日はイケボの要望がたくさん来てるので、ありがとう。名前を呼んでとか、セリフなんかありますか？言ってほしいセリフ、なんでもいいですよ。ちょっとさっきのショタが成長したと思ってください。さっきの10歳ぐらいの子が成長したっていう感じで思ってください。かわいい、かわいい子ね。オッケー、じゃあそれで行かせていただきます。イケボで。かわいい、かわいい、子猫ちゃん。キモいだろ。キモすぎるだろ、これ。じゃあ行きますよ。面白い女。これキモいだろ。みんな、キモすぎるだろこれ。
みんなこれ言われたらブチ切れない？なんかねえ、いやあ有名な方ってそれハグのこと言ってんのかな。ハグなのかな。ハグ有名ではないけどありがとう。子猫ちわんルパンみたい。なんかなんとかちわんって言うとさ、あのあれじゃん、ふーしごちわんじゃん、ルパン、ルパン三世じゃん。お帰りなさいませお嬢様。いいね、メイド喫茶みたいな。じゃあ行きますね。お帰りなさいませお嬢様。なんかこういう漫画あったような気がする。メイドとかのさ、羊のやつのね。えありがとう。なんかハムボがあったと思う。セリフがみんなが考えてくれるセリフが天才的なんだよ。ハムボってきたから、ハムボでもお話ししようかな。ハムボでみんななんか何がいい。なんかさ、ハムっぽい服ないかな。ハムっぽい服ないかな。金メタの服にしようかな。ハムっぽい服ないんだもん今。はい、じゃあみんなへけ、ハム語でお話ししようじゃないか。へけ、あ、シナムルールでハフハフ。ちょっとハグが詳しくないんだけど、シナムンちゃんがハフハフって言うのかな。みなさん、じゃあハム語でお話ししよう。いきますよ。カチ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 、100回ハグです。よろしくお願いします。カチカチ、ハム太郎なのだ、ハグ太郎なのだ。毎度おなじみのハグ太郎なのだ。みんな今日は来てくれてどうもありがとうなのだ。ハグとお話ししようじゃないか。みんな、なんか言ってほしいことあるかい？結構、あ、そう、闇闇のこちらは金曜日のメタバース、金メタの洋服なのだ。ありがとうございます。コシコシ、僕はシーナモン、ウサギじゃないもん。わかった、じゃあシナモンちゃんちょっとやってみる。このちょうど服が青いからね、シナモンちゃんやってみるよ。僕はシナモン、ウサギじゃないもん。こんな感じ。ちょっとシナモンちゃんね、ちょっと鼻にかかってる感じでね。どう？どんな感じ？どういう感じでやったらいい？ありがとう、来てくれてありがとうございます。もうちょっとハムボだと思ってたんだよね。シナモンちゃん結構ハムボに近いかなと思ってるんですけど、シナモンかわいい。やったー。なんか こんな感じ、ショタボに近いんだよな。ああ僕はシナモン、こんな感じかな。シナモンちゃん似てる。どう？僕はあの歌なの、シナモンちゃんの。ちょっと分かんなかった。シナモンちゃんの声の説明が難しい。みんな教えて。シナモンちゃんの声の言語化して。ハグにちょっと伝えて。うん、アニメを何本紹介できますか？大量に紹介できます。何百本と見てる気がします。でもね、意外とコアなところ、コア、意外とみんなが有名なところを見てないところも見てたりするんだけど、有名なのが分かんない時もある。逆にみんなが好きなアニメ教えてよ。みんなが好きなアニメ教えてよ。なんかありますか？みんなの好きなアニメとか教えてください。うん、アネユルさん、あ、ニヘンクアイシェシェ、ウォヘクアイマジョンウェン、我会说中文一点点，ちょっとだけな、ちょっとだけ。我喜欢中国菜，很好吃的。中国のご飯が好きで美味しいですって言いました。很好吃，美味しいって。転生系が好き、一緒。ハグも転生系のアニメ好き。うん、アニメ人気だね。アニメスパイファミリーのアニメ人気だね。マリアさんありがとうございます。アーニャちゃんいいですよ。アーニャちゃんいいですよ。ちょっとアーニャっぽい服がどうしてもこれになるっていう。これがあとハグがお気に入りだっていう。あ、外観エリーゼ面白いです。カラッキーさんありがとう。中国語ちょびっとだけね。ちょびっとだけ。いいディエンディエン。ちょっとって意味なんだけど。いいディエンディエンを会说好好听。真的吗？真的？真的吗？嬉しい。本当ですかって言った今の。ジェンダマありがとう。外科医だって今なって言った。ハグ今外科医って言った。マジで感じは変わってる。中国語話せたりすると面白いよ。あのジュガーって言ったらこれとか This is とかがジュガージュガージュガーって言ってこれくださいとか、あ、じゃあよーじゃあよーって今送ってくれました。あのファイティンの意味です。じゃあよーっていうのは頑張って
加える油って書くんだけど漢字で。じゃあよじゃあよ、シェシェ、ありがとうございますね。みんなの好きなアニメたくさんありがとう。うん、ランマのシャンプー聞きたいって。やったー、じゃあシャンプーやりますよ、ランマの。あ、待って、それこそこれちょっと違うかもちょっと違うかもしれないけど、ちょっと大人のこのシャンプーちゃん、大人っぽくない？かわいい。よし、これかな、いきますよ、ラマ2分の1のシャンプーちゃん。ラマ、今日は来てくれてどうもありがとう。私シャンプーよ。みんな見て、とってもぴゃおりゃん。ぴゃおりゃんは中国語で綺麗って意味だよ。みんな今日は来てくれてどうもありがとうね。あ、ちょっとバタコさん味があるかな。ちょっとバタコさんになってしまうかもしれない。ありがとう、ランマ来てくれてる。コメントでランマいる。アカネ、アカネは来なくてもいい。ランマしか私は見てないから、ランマを愛に。シェシェ、ザイチェン、すごいシャンプーちゃん味がすごいんですけど、かわいい。どうですか皆さん、ランマ2分の1とか見てた？あ、ありがとう。ロビンむず、ミヤちゃちゃロビンだって。え、可愛くて上手くてとってもいいけど、どれ、え、みんなランマ2分の1わかんないの？ちょっとランマすごい好きだったわ。ハグ再放送とかでめちゃくちゃ見てたんですけど、中国語が好き。うん、ランマバタコだよランマバタコだよ。みんな今日は来てくれてどうもありがとうね。嬉しいよ、ランマ2分の1漫画も面白いよ、アニメも面白いしね。やパパやパパ、いいシャンテンだよ、ランマだよ、ありがとう、ランマしてますよ。だよね、高橋留美子先生の作品ハグ大好きだよ。犬夜叉とかみんな見てね、シャンプーが犬夜叉をおすすめしてるよ。なんという世界線ありがとうありがとうありがとう、シェシェかわいいって言ってくれてる、ありがとう。フリーレンちゃんだって、フリーレンちゃんか、フリーレンちゃんっぽい服装はないかしら、ないなみんながプレゼントしてくれてる服今いろいろ着てるんだけど、すごいかわいい。これとかもめっちゃいろいろ、待って、これとかすごいかわいいの。でも夏、すごい夏って感じ、すごい夏なんですけど。フリーレンだって、ひなちゃん初見です、ありがとう。なんか好きな声真似とかアニメとかなんかいろいろ言ってくれたら頑張ってやるのでありがとうございます。フリーレンは早々のフリーレンか。うん、何がいいかな。フリーレンはマオマオ、マオマオ薬屋の独り言のマオマオねこんにちは、フリーレンちゃんか。どんなセリフがいいですか。じゃあフリーレンちゃんまで、あの、落とすわ声。ああ、あ、こんな感じだよね多分。フリーレンこんな声じゃない、みんな。よし、ここ覚えといてこれ覚えといて、ちょっとオッケー。じゃあフリーレンちゃんのモノマネしまーす。みんな今日はありがとう。初めてちょっとここ異世界から配信してるんだけどさ、見えるかな、フェルンがいないんだよね。私フェルンがいないと何にもできないんだけど、みんながその代わり教えてくれる？魔法のことだったら私が教えてあげるから。どう？すごい、どうもありがとう。え、これどうなってるの？このちょっと初めてやるからさ、魔法のことしかわかんないんだけど、配信のことは一切わかんないんだよね。神や神、その声が好き。え、ありがとう。私はさ、この声しか出せないんだけど、いろんな声が出せる人がいるの？フリーレン、私の声はこれなんですけど、ちょっと誰かさ、フェルン呼んできて。わかんない、配信の終わり方がわからない。フェルン助けて、誰かお願い、フェルン呼んできて。一人じゃ何もできない、悲しい、一人じゃ何もできない、助けて。フリーレン泣く、僕泣く、フリーレンもう泣く、よく頑張ったねって言ってほしい。よく頑張ったねフリーレン、私も頑張ってるって言って。配信一人で取り残されて、助けて助けて、誰だお前、バレてる、やばい、だんだん中身がバレて。私はフリーレン、誰でもない、私はフリーレンだよ。みんな魔法でみんなが
フリーレンに見えない魔法なのかな。あ、お花ありがとう。ブオタヌキさん、お花ありがとう。ね、ほら、フリーレンでしょ。フリーレンでしょ。あ、ちょっと出てきちゃう。ちょっと中身出てきちゃう。え、どうしよう。あ、うんうん。ね、みんなありがとう。フリーレンか。そうだよ。フリーレンしか考えられないよね。ありがとう。今日は私の配信に来てくれてありがとう。ちょっと、出てきちゃうね。出てきちゃうわ。出てきちゃう。ナナさん、ハテナありがとう。ちょっともう限界が来ました。限界が来て、なんか変なやつ出てきちゃったわ。ごめんごめん。シャラーブ。英語でさ、さっきもうるさいってきてさ、今度英語でシャラーブってきたの、マジで笑った。おもろすぎだよ、ごめん。あの、みんながせっかく心地よくフリーレンの声聞いてたのに、なんか出てきちゃったね。本当に申し訳ない。うん、ありがとう。ハグの中の、なんかハグーレンの中のね、ハグーレンの中のなんかがちょっと出てきてしまって本当に申し訳ない。え、かわいい、ありがとうございます。うるさいって言われちゃった。あ、マジでおもろかったんだけど今の。な、めっちゃ笑いが止まらん。よし、じゃあみんな投げキッスしていてくれたらありがとう。じゃあ投げキッスしよう。まっ、どうできてんじゃない。チュッ、ありがとう、ありがとうございます。なんかちょっと可愛い服にしよう。これとか冬のこれとか、さっきのすごい夏っぽかった。 English please. Hi, I can speak in English a little. Thank you, thank you. I'm so happy. You are beautiful, really. I'm so beautiful, really. Thank you. ありがとう。ハグチみたいに可愛くなりたいって言ってくれてる。後でやる、歌ってください。やるやるサーキー、やるやるサーキー、やるやるサーキーです。ツッコミ待ち、振り向いてよ、気中いて。ちょっとだけ。みんな気になる人は、今の歌なんで何って思った人はハグの YouTube のチャンネルを見てください。シリって何？ Hey Siri ってこと？ルルルルユルさん。 Hey Siri, you're pretty. Hello, hello。あれかな、中国の方かな、違うかな。ありがとう、こちらこそありがとうございます。はーいはーい。今の YouTube の歌、もしくよかったらなんて言うんだっけ、チャンネル登録って、サブスクライブって言うんだっけ。なんか確かそんな言い方をしてた気がする。なんか有名な YouTuber さんたちが。お邪魔します。ふわちゃんありがとう。シリの声真似してってことか。シリの声真似か。うん、シリ、ヘイシリって言って、じゃあみんななんかお願いして、シリに。ハグシリのモノマネしてるから、みんなヘイシリ何々してって言って、なんかやるよ。初見です、エリさん、こんにちは、ありがとう。やばい、もう時間ない。終わって、もうどうやって手動かすの。パソコンでやってます。ちょっとみんなヘイシリってなんか言わないと終わんない。何も来なくなっちゃった。それではシリのモノマネを開始いたします。ヘイシリ、桜葉ハグちゃんの告知をして。はい、この後夜の9時からメタシップ YouTube チャンネルにて桜葉ハグさんのゲーム実況が始まります。皆さんぜひコメントしに来てください。よろしくお願いいたします。桜葉ハグさんの X ゼペットのフォロー、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでシリちゃんがハグに代わって告知をしてくれました。皆さん今日もたくさん来てくれてどうもありがとう。また水曜日と金曜日にあの配信をやってるので、よかったらフォローしてくださいね。この後 YouTube の方にも来れる方はぜひ遊びに来てください。あ、ぬいちゃさん、スターありがとうございます。ありがとうございました。それではまた後でお会いしましょう。バイバイ、さくらはハグ